どうもこんにちは、関あかねです。宝田沙織選手がスーパーリーグのレスターシティに加入決定。素晴らしい。ちょっと前からスウェーデン組のもみき選手と宝田選手がイングランドの、スーパーリーグに来るんじゃないかっていう噂が出てましたけども、噂がねより濃厚だった宝田選手が先に決まって、1月の頭からね早速レスターシティでプレーするということになりましたね。これで長谷川選手、清水選手、植木選手、林選手、長野選手、浜野選手に次ぐ7人目ですよ。増えてきましたね日本人。スーパーリーグの観戦がこれからさらに楽しくなるんじゃないかと思って私嬉しいです。ただね、レスターシティね、そんなに私追ってなかったんで、あんまよく知らないっていうのと、宝田選手についても、正直そんな分かってないですよ。なのでね、今回はちょっと、またね、皆さんと一緒に、レスターシティについてと、宝田選手について、ちょっと一緒に調べていきたいなと思います。じゃあまずはざっとレスターシティについて見てみましょう。あんまりスーパーリーグ普段見てない人からしたら、レスターシティってどんなレベルのチームとかわかんないと思うんですけど、正直ね、そんな強いチームっていう位置ではないですよね。ここにも載ってますけど、まず2年前ぐらいにその下のリーグから上がってきてるんですよ。で、順位としては11位と10位ってことなんで、スーパーリーグのね、チーム数がね、12チームぐらいだったんで、割と下の方ですよね。だからこそ、割と出場する機会が得られやすいのかなと私は思います。あまり強いチームに行っても出場できなかったりするんで、活躍する場としてはね、ちょうどいいんじゃないかなと思いますね。どんなメンバーがいるかなんですけど、ちょっとね、これレスターシティのオフィシャルサイト見ていくと、ゴールキーパー、ディフェンダー、ミッドフィルダー、あ、この人あれだ、この前のネーションズリーグのオランダ対ベルギー戦でいたかもしんない、なんか見たような気がするな。でフォワード、私ねほとんど知らないですね。有名な選手がいるのかすらちょっと分かんないな。もし知ってる人いたらコメント欄でちょっと教えてほしいですけど、レスターシティもでもいろんな国籍の人がいますね。ここにね宝田選手も加わるということですね。なんか宝田選手の入団の挨拶みたいなやつ、SNS とかで回ってるやつ、まあ見た方もいると思うんですけど、なんかちょっとまだ緊張してる感じがね、いいっすよね。あ、というか、宝田選手ってポジションどこになるんだろう。背番号は15番だっていうふうに見たんですけど、宝田選手って、いろんなポジションできるっていうので結構、有名だと思うんですけど、どこに入るんだろうな。ちょっとそれも含めて楽しみっすね。次はね、宝田選手について、ウィキペディア、ちょっとね、いつも通りちょっとウィキペディア見てみましょう。1999年12月27日生まれ、現在まだ23歳か。え、あれ、そうなのか。え、思ってたより若い。富山県出身の女子サッカー選手、レスターシティ所属、もう更新されてますね。サッカー日本女子代表、そうですよね、選ばれたりしてましたよね。ポジションはフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、どんなポジションでもできるっていうのがきっと彼女の武器というかね、そういうとこだと思いますけども、本当レスターシティってねどこをやるのか楽しみです。でも15番っていう番号からするとこのポジションだみたいな予測ってできるんですかね。ちょっと私わかんないですけど。で、経歴は富山出身で、大阪の大学、大阪大谷大学人間社会学部スポーツ健康学科在籍中なんですか。じゃああれかな、オンラインでやれる系なのかな。ちょっと待ってくれ。2011年、小学校6年時に JFA が主催した、2011年ナショナルトレッセン北信越メンバーにゴールキーパーとして選出された経験があり、ゴールキーパーも経験があると。本当にどこでもできる人じゃないですか。でね、そうだ、クラブはね、まずセレッソだったっていうのは聞いたことありますね。2012年、中学校に入学するに際して、地元富山でなく大阪府堺市に開校した JFA アカデミー堺第1期生として入学。ちょっと待って、JFA アカデミーって福島だけじゃないんですね。堺でもあるんだ。で、その第1期生だったと。入団当初はゴールキーパーをメインにプレーしていたんだ。はぁ、面白いなぁ。で、2015年の U16 の時はディフェンダーで、U17 の時はミッドフィルダーで、2017年に自チームではフォワード登録に変更され、すごいな、こんな風に変わる人なかなかいないですよね。で、2019年、植木さんが怪我した時に、そうだ、追加招集されたんだったっけ。そっかそっか、アルゼンチン戦にてなでしこジャパン初出場ということですね。で、2021年よりアメリカのワシントンスピリットに移籍。で、そこからスウェーデン行ったのか。1年で行ったってことかな。2022年。つい最近ですね。スウェーデンのね、ダーム・アルスベンスカンのリンシャイピング FC への移籍が発表されたと。
で今回ね、レスターシティに移籍したと。大阪からの、アメリカからの、スウェーデンからのイングランドということでね、引っ越しが大変ですね。きっとスーパーリーグで活躍したらまたなでしこジャパンね、まだ23歳ってことなんで、全然まだまだこれからも選ばれるチャンスがあるということで、そういった部分でもね、頑張って活躍してほしいなと思います。改めてね、高田選手の移籍おめでたい。いつ試合に出るか分かりませんけども、1月以降ね、高田選手が初めて出場する機会をね、見逃さないようにしたいなと思います。ということで、 See you tomorrow。 楽しいイギリスのスー